りだ。人の。大丈夫かよ、篠崎。すぐ収まるから。ただの過呼吸。サトシはどこにいるんだ。あいつがいれば、もう少し篠崎も心が休まるだろうに。何やってるの、早く行こうよ。分かってるよ。教室の形してねえな。おい、篠崎？
頭が…あれさ…マジか…おい、大丈夫かよ。ここ…ダメ…ここ…本当に…ダメ…でも、奥に何かあるぞ。脅かすな、お前。絶対、目、合わしちゃダメ。どうしたんだよ。おい、篠崎、どこ行くんだよ。どうしちまったんだよ。
篠崎？ああ！なんで？嘘だー！嘘だ！なんだよ、なんなんだよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ、なんでお前の尻顔なんか見なきゃいけねえんだよ、ふざけんなよ篠崎、お前のそんな姿見るくらいなら俺が代わりに死ねばよかったんだ。そう。話せねえ、なんだこいつの目、え、これ、なんだ、あ、真っ暗だ、篠崎、ゆい先生、サトシ、誰か、だよ、ここどこだ、夢でも見てたのか、てか、体動かないし、周りに壁、穴の中がここ。なんだ、誰だ、もう、
やめろ。土か、上から誰かが。やめろ、何してんだ、植える気か。うん、口の中に詰まり出した。息ができねえ。死ぬのかよ、こんな。死ぬ、誰が。え、嘘だろ。冗談じゃねえ、やめろ。いってえ。が、おい篠崎、お前何やって。誰もそんなこと言っていない。今日は娘の誕生日なので、7つになったお祝いに。お前の汚い。ああ、どうして一緒にこっちを見る。篠崎、おい。あれ、岸沼君、どうしたの。いや、なんかお前変なこと喋ってたぞ。ん、覚えてないのか。この状況でのプレッシャーのせいか、マジで神経が参ってるな、篠崎。あ、いや、気のせいかも、俺の。気にすんなよ。さっきの幽霊か？教室出てきてるぞ。